も大事なもの見失わないよ。手のひらにギュッと目を閉じたまんま、でもたどり着くはずさ、きっと君の宝物。はい、ね、2人が10歳ぐらいの時に2人とも同じダンススクールに通っていて、まあ、そこで出会ったのが一番最初、はい、なんかそのオーディションのチラシがピンクのヒョウ柄のチラシですごい可愛かったんですよ。でラップとか1回もやったことなかったんだけど、でフィメールがその当時10歳だから読めなくて、なんか フェメールラッパーオーディションなんだそれみたいな感じぐらいの気持ちで、まあ、とりあえずチラシ可愛いから受けようって言って2人で受けたのが、はい、あの OTF はですね、私たちが受けたオーディションの時からもうあの彼らがプロデューサーって決まってたんですよ。私たちは知らなかったんですけど、その事実は受かってから OTF がプロデューサーですよって言われて、で元々リップスライムの曲を聴いてたし、すごいすごいあの嬉しいなと思ったんですけど、きっかけってなんだろうね、ないですね、そんな、うん、もう最初から決まってたんで、うん、元々その OTF が主催のオーディションだったので、うん、そうだね、でも何も言わなくてもなんとなく分かるから2人のこうなんだろう考えてることじゃないけど、間合いとか2人にしかそれは出せないものだったりとか、その振り付けとかも2人で作ってる中で、やっぱりこの2人だからできる10年かかってる何かが多分あると思います。あとこうなんかくっつけられた2人じゃないから、こうなんか2人でいることが別に自然というか、なんかハルカリらしさってもう自然に出てるかなって思います ね、 ね、こう作らなくてもこう自然体で入れるっていうのがすごい心地いいっていうんですか、はい、そんな感じです。何より大きいね、はい、うん、みんなこっちの人私たちを有名だ有名だって言ってくれますよねそんなことないのに、ただ単にもうすごいただエキサイティングだった。そんなにまだ有名だっていう実感がないので、うん、そんな不安とかもまあね、不安に思うほど、うん、そんなねだけどこれからも頑張っていきたいっていう、うん、そんなことが聞きたかったのかな大丈夫かな影響を受けた最近だと OKGO とかね、あー OKGO っていうバンドのミュージックビデオとかを見てこう振り付けを考えたりとかしましたね、うん、他は何かありますか。ミッシー・エリオットとかはすごい子供の頃聴いてたし、うん、あとなんだろうな影響を受けた日本のアーティストだったらリップスライムとかはやっぱり影響を受けました。OTF がトータルプロデュースじゃないことが多分大きいな違いではあると思うんですけど、まあ、でもスタイルとしてはね、うん、私たちがやりたい音楽を詰め込んだ感じであまり変わりはないと思います。プロデューサートータルプロデュースアルバムを全体を通してプロデュースしてたのが OTF っていう2人がいたのが前作と前々作の2枚 で今回はトータルプロデュースという人がいなかっただけで、なんだろう一曲一曲のプロデューサーはいつもバラバラだったりとかしてて、なんて言ったら分かりやすいんだろう、だから今回のプロデューサーと前回のプロデューサー何が違ったんですかと聞かれても毎回プロデューサーいつも違うから、毎回でもこうプロデューサーが違うからレコーディングのスタイルも全く違うんですよ。そのこの曲はこういう取り方だけど全く違う取り方だったりとか、こう全然進め方が違うから勉強になるし、そのレコーディングがこういちいち楽しかったですね。全くこうシチュエーションも違うので、プロデューサーのガチャコンですね。うん、ガチャコン確かにガチャポン誰がいいかな。マイケル・ジャクソンとかねいいよね。そうね、ここで探すのね結構絞られてきてるからグエン・ステファニーとか ね原宿ガールとか ねいっぱいいるけどね、ウィル・アイ・アムとかも、カニエ・ウエストとかあねえ、いっぱいいますけどね。もっと有名にならないとね、実現しないですね頑張ります振り付けは基本的に2人で考えてるから、あ、見てほしいね。ね、なんかそれをダンサーの人に振り写ししたりとかするのはすごい面白い作業で、なんか2人でしかいつも踊って考えたりとかしないの、うん、人が踊ると余計になんか滑稽に見えるというか、なんだろうね、おかしい感じがしてそう
なんかバカバカしくていいなと思います。いつもこうやって会議室で集まってこうこんなのはこんなのはって言い合うんですけど、もう二人で爆笑してそれ絶対無理みたいな、もういつもそういうノリで作ってるんですよ。毒毒しいからね。そうそう、それは伝わらないよとか、なんかそういうくだらない話をした後に最後にみんなでというか二人で集中して出来上がる振りだったりするんで、結構、まあ、くだらないものの延長線だったりするんで、結構使えない振りもいっぱいありますね。なんかバカバカしすぎて。楽しいね。楽しい。でもこうやっぱりみんなどこの国行っても音楽を楽しみに来てるっていうところでは変わらないんですけど、うん、そのやっぱ楽しみ方がやっぱり全然違いますよね。そのこのノリとかだったりクラップの仕方だったりとかリズムの取り方だったりとか、うん、基本的に日本人はすごくシャイだからこうなんかうーみたいに来ないんですよ。こう最初にねうーみたいにならないでしょ。でもアメリカとかパリはもううーみたいな感じじゃないか。またうーって何みたいだけなんだけど、そうなんかすごい自分から楽しもうと思う気持ちがみんなあるから楽しいよね。どこがいいか。ニューヨークかなっちゃったからね。そうなんだね。ニューヨークすごいやりたかったのが昨日かなったから、はい、どこがいいか。次どこら辺行こうか。でもね、なんか割といろんなとこ制覇したいけど、でも一番行きたいところ、一番ライブをしたいところですか。そうだよね。一番行きたいところじゃない。観光じゃないもんね。観光じゃないよ。ライブだよね。ライブ。え、どこかおすすめありますか。逆に聞いちゃった。どこがありましたっけ。ショーとしてやるってことだったら、ニューヨークも含まれて。でもアジアね、あ、そうか。昨日はイベント20分しか歌えなかったから。その理由は。そっか、そう、昨日20分しかできなかったから、ね、そっか、じゃあもう一回リベンジする。そう、なんかもうちょっとなんて夜な感じのクラブみたいなのとかで、ね、ニューヨークで私たちだけのワンマンライブみたいなのやったら楽しいね。またニューヨークに来たいっていうことが言いたい、うん、こと。はい、やればやれば本当やっていい。Madison Square Garden。うん、マリスもやりたい。セーラームーンじゃない。セーラームーン。セーラームーンはでもさ、ごめんね、今やってないよね。そんなおちゃんなくてだからさ、ムーンライト伝説が主流だもん、ね、それ主流だよ。そっか、有名すぎるな。ドラえもんとか。ドラえもんね、うんうんうん、アンパンマンとかはどう。かわいいね。で EV ね、っていうやつかなっちゃったので、うん、こうアメリカのこうコミックだけど、またなんかそういう可愛いね、アメコミに、ね、で結構多分ハルカリの曲合いそうじゃないですか、ああいう可愛いキャラクターとかに。だから二頭身の感じね、とかアメコミまたできればいいなと思いますね。伝えづらくてすいません。会話だもんね、ここ。どうなるんだろう。日本以外で日本のポップスたちはどうなるかってこと、うん、どうなる。でも今でもこうやってニューヨークとか来ても結構みんな他の日本のアーティストのこととか詳しいし、すごいなと思うので、もっとでもこれから日本熱くなっていくんじゃないですかね。注目してほしいですよね。でも、うん、今ちょうどレコーディングしてるんですけど、どんな感じと言えばいいんだろう。いろんな、本当にいろんなタイプの曲を作ってるから、一言でどんな感じとは言えない感じなんですけど、うんね、でもいつも私たちが好きなことばっかりをやってるんで、うん、でもこうやっぱり毎年毎年好きなものとか変わってったりもするから、多分まあ自然の流れなんですけど、そういうなんか新しいものを多分作っていくんじゃないかなと思いますね。まあでもヒップホップの軸は変わらず、ヒップホップのまあラップだったりとかっていうものを取り入れつつ、まあ他のジャンルだったりとか、すごいアコースティックもこういうものとかをやってみたりとか、本当なんかいろいろチャレンジしてみようって感じで今作ってるので、そうですね、多分新しいものをね、うん、出せるんじゃないかと、はい。もうマリオ笑っちゃった、ね、まだアメリカで CD ね出してないから、次のアルバムはアメリカでも出せたらいいなと思ってるので、はい、楽しみにしててください、はい、またアメリカでもこうライブできたらいいなと思ってるので、うん、もし機会があったらライブ見に来てください。Ha ha ha ha!